ね。おしゃれに見えるよ。違う、そんなん分かりきったことや。あのちょっと自分も真っ白着たいなっていう。二人甘すぎ、ほんまに甘いで。でもお前も良いやん。今日は何？今日はね、ファッション系をやろうかと。準備してない。準備しとけって。でもさ、おしゃれな写真なんかないよ。だって最近私服着てないんだもん。なんかしか。なんでいんの？サプライズ。いいね。やり方わかってない、やり方わかってない。いけるか。いけるか。あ、本当。聞こえた。やっと聞こえた。イエスイエス。遅いよ。やりますか。うん、あ、ちゃんとしてるんだ一応。余談余談余談が長いよ。カットする部分が8割ぐらいから。間違いない。いや、この最初のこれ全部カットやから。香り全部全画面ピンして。あと、あのここモザイクしといて、悪いことしたやつみたいな。もう誰か分からん方がいいもんな。言ったことは。すげえマジで。はい、では始めていきたいと思います。皆さんこんばんは。あ、もうね、ちょっとね、今回はね、95年組ということでね、ダメだよね、大丈夫。今日はファッションチェックでございます。いいですね。やだ。一番得点が高かった方、うん、今シーズン毎回お土産をもらいます。え、わし行かなあかん前。行かなかったみたいな。え、なに？それはさ、なに、視聴者の人が判断してってこと？うん、自分らの判断。誰判断？そんなんめっちゃいい気するやん。このメンバーに判断されるんか。間違いないな。それやで。顔も入ってるやろ、これ。視聴者の人にもらいたい。偏るもん、そしたら。ああ、私が一番ってことでいい。あ、お前も顔でゼロまで。やばりやがるよ、本当に。行きましょうか。最初行きますよ。てーれん。はい、でしょ、この。これで判断すればいいの？はい。エブリンの服をね。はい、直感で何点か、皆さん表に出してください。行きますよ。こういうのさ、私が着るとかじゃなくて、エブリンに似合ってるかどうかってこと。そういうこと、そういうこと。はいはいはい。行くよ。はい、せーの。お、自分で自分のやるんだ。確かに。おかしいか。自分はやらんわ。自分だったら5にするっしょ。いや、しかも4な、ちょっと謙虚。そうそうそう、ちょっと謙虚な、気持ち謙虚。めっちゃおもろい。でもでもちょっと高いじゃん。11点。悪くないでしょ。しか悪くないでしょ。悪くないよね、別に。でも3点じゃん。4か3か迷って、うん、最初やからちょっと3にした。でも4と3でちょっと迷って。え、私も3と4で迷った。5ではないの。もっと本気出せるかな。ここでマイナス2点やった。いや、そこ関係ねえ。何ここ。これ結構お気に入りなんだけど。ごめん。ルイ行こう、ルイ。いきます。ちょっと調子乗った写真です。お、あ、いいんじゃない、いいんじゃない。そう、めっちゃ可愛いんだけど。ちょっとタグ分けにしないで。あれいい、いいよ、はい、せーの。おー、うわー、いいじゃん、いいじゃん。可愛い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 。あの、なんか欲を言えばもっと下も見せて欲しかった。間違いない。普通のね、スキニー履いてる。どこの着てるの？上はね、ビームスかな。ビームスとジャーナルだったと思う。フォート？フォートがビームスで、ロンティーがジャーナルか覚えてないけど、あんまり。あの、知らない知らない、エブリン知らないから。じゃあ聞かんで。で、あの、日本のスマホで服買ったこともいいから。ディーゼルだもんね、いつもね。そうそうそう。ディーゼルかナイキでしょ。あの、この間ね、あれ初めて読み方したよ。アーペーステ。おじいちゃんかよ。マジかよ。ま、西山の服装の写真持ってるわ。そう、多分ユラの方がわしより持っとる。ユラが出してる。2人のツーショップでいい？いいよ。なんか逆にこっち知らんから、こっちがドキドキするわ。おー。なるほど。ユラから。ユラから判断？ユラから判断。オッケーオッケー。いいな。うん。いいな、いいな。はい、決めました。私もいいです。来ました。はい、せーの、のでー、いやー
ねえ、甘すぎやで、甘すぎ。おしゃれに見えるよ。あの、違う、そんなん分かるってことや。あの、ちょっと自分も真っ白着たいなっていうあれも込めて。甘すぎ、二人甘すぎ。ほんまに甘いで。え、でも言わせて。でもお前も良いやん。ちょっと、その勢いでやる？よくもやろうな。西山？うん。いいよ。ね、やってくれよ、来いよ、ほんと来いよ。なんでみんな笑っとんねん。いくよ、せーの、じゃじゃん。いやー、めっちゃ優しくない？みんな。え、みんな優しすぎやで。優しい。私今2とか1出されると思ったもん。でも個人的にはあの、はい、ああいうパンツが私は好きだからこういうやつね。そうこのサンダルに靴下が分からんのよ、未だに。あー、私って行けるタイプなんよね。いけるタイプ。逆に靴下私もまだ分からんタイプ。靴下になってきた。へえ、私靴下分からんのは履きこなせない。靴下履いた方がいいんだよ、健康のために。しかも私が勝手に持ってるから、私が一番いいよ。いいよ、もうね、いいよ、全然いいよ。うん、全然、なんかちょっと上、なんでもちょっとめくっとんのかわからんけど、いいやん。長すぎやけどな、靴下。思った、ちょっと長い。ナイキぐらいにしとけよ、もうちょっとさ、もうちょっと短くていいわ、あと。早く靴脱いでおいで。2回戦みんな多分厳しくなるで。私服のやつないもん。夏？夏か。じゃあ次テーマ夏でいこう。夏ね。オッケーオッケー。長袖が多かったからね。肌やさえないのに、テーマまで決められちゃっても。はい、行きます。えーれん、自分の方が顔よ、顔。よく言うより顔ね。あー、はい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 、よく言うより顔に行くでは、では厳しく、厳しくな、うん、厳しく行くで、次は。分かった、分かったよ。せーの、じゃじゃん。2点、4点、3点。めっちゃ分かれるやん。じゃあ、西山が似てた理由は？下スウェットパンツやろ。ああ、上、あのテロテロやん。わし、テロテロの T シャツ大嫌いなんよ。厳しい。わし、あの、ゴツめの T シャツが好きなんよ。あ、そういう意見もあるのね。テロい T シャツ苦手なんよ。あの、ハムみたいな。ハムってどういうの？ハムって H&M ね。あ、そういうことね。あ、そういうことね。わかりづらい。え、ハムって言う？ハムって言わん。言うよね。言うの？私らだけ。うん、私らだけですか？H&M に失礼やろ。ハム。え、なんか私的には、うん、あのサングラスが嫌なんよね。ちょっと薄めの目が見えるやつがあんまり好きじゃない。しかもなんか、うん、何あの黄色の腕につけてる。あ、それだと思った。黄色のバンドを持った。そう、あれ、なんか温泉とか、なんか、ね、行った時に渡されるようなバーコードのやつみたいな。それがなかったらいい。うん、それがなかったらよかった、別に。シンプルだったから、全然。おお、やっぱシンプルがいいよね。本物が結構邪魔してた。厳しい、マジで。厳しめやな。厳しくなってきたね、いいね。いいね、いいね。文句を言えば顔が気になるっていうのは取れないよ。それなんかめちゃめちゃムスっとしてるから、あんま天気いいのに、なんか。じゃあそれ一応カッコつけたんやろ。アップで載せといて、それアップで。一応ね、カッコつけた結果がそれね。恥ずかしい。それは謝る。次ルイコ。じゃあ私ちょっとあんまないから、うん、夏ね、夏ラフな格好だけど。あ、いいよいいよ、行きます。足元映ってないけど、 B さん。はい、おー、はい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 、夏ね、夏ね、海ね。これはね、沖縄。沖縄、なるほど。これさ、シンプルです。シチュエーションによるよね。シチュエーションだね。これは本当にその辺の海歩きに行っただけです。あ、オッケー。あー、それだったらわかる。それでね、 B さんでしょ、 B さんでしょ。そうそう、島通り、島通り。島通り、やばい。え、だって別にそれのコンセプトに合ってたらいいってことやろ。まあ、なんか自分の、そうだよね。いや、なんかごめんね、なんかごめん。いや、なんか、ほんとに一言言わせてもらうのは、これでショッピング行ったらやめてって思う。行ってない。難しいことしてきたな。ごめん、マジなかったな、この私服が。
でも決まった。せーの。でるん。おお。まあ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 。そのシチュエーションを聞いたら1点。マジ？うん。そう、それを聞いたら私も4。じゃあ4やな。思った。4回もうみんな4か5しかないやん。お前3出されてるからな。あ、違う、エブリンだった。自分だから2だから、2出されてるから。2はやばい。夏な、夏ないよな。夏ってむずいよね。次私やろ。あ、西山の写真持ってるから西山の写真にしよう。またやめろよ。だからさ、自分で出さってくれないんだ。選ばしてやれ。はい、行きます。来ました。はい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 。あー、はいはいはい。あー、上には何も着てません。あーね、これ胸のシールは誰でいいんですか？あー、どちらでも普通に貼ってるので、それはちょっと入れないでもらっていいですか？減点対象になりますけど、それはちょっと入れないでもらいたいんですけど、いいですかね？あー、迷うな。でもね、これ自分の好みもある。あー、そうやね。もう一つの方出したかったんやけど、西山がすっごい格好してるんよ。え、じゃあ出してみて。西山一応いい、一応いい、一応いい、一応ね、一応ね。ねえ、やめて。そう言われたら見たい。寝巻きみたいな格好してるんよ。あー、あー、こっちの方が良くない？あー、じゃあ、じゃあこっちで、じゃあこっちで。確かに、わし寝巻きやん。西山おしゃれで言ったらまあ出てん。じゃあこっち側で。オッケー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 。参りました。はい。全然するもの。せーの。じゃん。うん。おお。うわあ。へえ。ここだったら3だった。え？さっきだったら3だった？3だった。よくのやつもやってみる？一応ね。あ、そうね。はい、じゃあよくやってみる。よくの。一応やってみよう、一応ね。ファッション欲しい。え？西山？うん。おしゃれでしょ、おしゃれ。ねえ、やめて。寝巻き。で、西山5点かもしれんよ。わからないよ、わからないよ。いくよ。せーの。2点開いたよ。可愛かったけど、おしゃれとしては、そうだよね。寝巻きだもんな。よくの、もうポイント？また飛ばす。わし写真準備した。ミミまあ、ええで。用意したやつ出してみて。じゃあ用意したやつ、夏出そう、本気出そう。私後ろ姿しかないで。ああ、なんかおしゃれ風の写真やわ。写真の撮り方が100点ですね。それな。いいよ、はい、採点しましょう。一応ね、仮にね、仮にわりかし早いな、ほんで。せーの、はいはい。最高得点ね、今までで。最高得点じゃない？なんか個人的にめちゃめちゃシンプルな格好が好きだから。ああ、そうね。自分の好きな男性に来てほしいってなったら5点やなって分かるルール。その目線で5点。ちょっとだからね。じゃあいいんじゃない？いいいい。いいんじゃない？いいよいいよ。まあまあ、でもかっこいいわな。リュウ君はさ、うん、どっちでいく ?2 点の。高い方でいこうか。当たり前だ。結果発表。まあね、まあね、まあね、結果だけが全てじゃないっていうのはさ、わかるじゃん。前置きよ。3位でん、タトルイン。あなんとも言えん順位。2位、うん、西山志のー。何も聞いてないんだよ、ちゃんと。全然盛り上がんねえじゃねえか。はい、1位、ゆら。ありがとうございます。あ、いや、エブリンがビリ。じゃあ、ちょっとね、2回目の2点がちょっと。あー、これが、これサングラスが良くなかった。あと、ここがいいのかな。これ、ここがいいのかな。何買ってもらおうかな。黄色のこれあげるよ、これ黄色の。本当に申し訳ないけど、届いたとしてもマジ捨てる。捨てるんだよ。わしの名前であげるからね。マジで。こうやってちょっと選手のファッションいかがでしたでしょうか。評価が高くてね。
気分よく寝れそうですもう眠たいよ、悔しいな。もしね、選手のスナップ写真とか見たいって方がいましたら、それぞれのインスタグラムだったりツイッターだったりぜひ見てくださいエブの部屋が面白いと思った方はみんなのタグをつけてね、ストーリーに載せてください。そうするとあのシークレットムービー届くんでよろしくお願いします。ちょっとまたやろうね、これね、95年間、バイバイ、バイバイ、おやはいよ、私一人だけこれ切れるの。